はい。うわー、結構この辺すごいな。そのカウルパネルの下なんかはね。はい。もう穴数が一番ない。カウルパネルあ この下。うわー、マジっすか。その下にあのワイパーの取り付けの部分。はい。ここはね、もう穴は住んでないんですよ。あー、ここっすか。これだったらもう足元や水が入るんですよね。へえ。で、ガラス屋さんもね、ええ、ここにあの、メッキのモールもついてるんだけども、はい、外すともう、くっつかない。あー、なるほどね。ゴムも硬くなっちゃうし。はい。だからそこは、いずれ、だからそこをやるとすればガラス外さなくちゃできないから、うん、そうっすよね。うん、溶接だから、あの、クローザーだね。はい。一応こっちはね、はい、やり始まったんだけども、はい、ジャッキポイントは4箇所も、ええ、内外を作って、はい、ええ、パテまでついてるんですよ。ああ、ありがとうございます。うん。補強板も入れて。はい、ああ、ありがとうございます。すごい。それで気をつけてね、はい、この辺のちょっと腐れのところね、ええ、はい、こういうハンマーでね、ちょっとポンポンってやると、すごく穴が開いちゃうんですよ。穴開いちゃうんです。で、ここは、はい、塗装屋さんがやっちゃってもいいんじゃないかということで、ここの1枚だけ溶接して、やっちゃったんですよ。はいはいはい。社長が、これはお客さんにちょっと相談した方がいいんじゃないかということで、うん、ああ、鉄板当てて、鉄板当てて溶接したんですか。そうそうそう。ああ、なるほど。だから鉄板をつける前に、はい、このサビの部分の塗膜を外して、サビの出ないこの塗料を塗ってから、その上から溶接するんです。ああ、なるほどね、うん、はいはい、そうですね。ああ、非常に。で、こっちはね、内外をやってるんですよ、はい、こっちは、はい、内側とこっち側、はい、だから、うん、内側はあの補強板のちょっと厚いのが入ってるから、はい、内外で全部であの3枚鉄板がついてるんですよ、はいはい、で、従来のやつが 2枚しかないから、はい、全部まあ5枚ってことだね。ああ、うん、すごいですね。でもね、昔のやつだから、はい、今みたく超高の鉄板使ってないから、はい、厚くてもダメなんですよ。ああ、なるほどね。軟鉄だから。ああ、うん、柔らかいんですか。柔らかいんです。ああ。で、昔だからコンマ8ぐらい使ってるから、はい、車体が重い。ああ、なるほど。うん、だからここ触ってみると分かるよね、ええ、ここもやろうかなと思って。てたんですけども、はい、お客さんに相談をした方がいいんじゃないかということで、はい、ありがとうございます、うん、はい、結構まあこれ表1枚のやつはそうなんじゃないけど、ええ、そういうとこ3枚もやると結構ね、はい、手間がかかるんですよ。そうですよね。で、部品がないからみんな作んなくちゃなんです、はい、そうですよね、はい、じゃあこういった部分部分でサビを、だから今のとこで出てるさ、あの腐食の激しいとこな、はい、をやってもらってる。じゃないと医者じゃないけどその病気の原因が分かんないやつ。そうですよね。痛みがあるとかなんとかって、だからこれはもう穴が開いてるから完全にダメだからね。そうですよね、うん、ああありがとうございます。そうか、だからこのジャッキポイントが4箇所、はい、裏表で、まあ、ええ、3枚は余分に鉄板を立ててあるんです、はい、ありがとうございます。ここも、うん、これをこういうふうに作ってね、はい、こういうふうにくっつけるわけだったんだけども、まあこれこういうのは論外だから、お客さんにあの相談してからの方がいいじゃないかってことで。ああ、なるほどね、うん、あれもともとはでもこういう形状ですよね。です、そうですね、そういう形状に鉄板を切ったり、はい、曲げたりしながら、はい、形を変えちゃまずいからね。ああ、そうですよね。で、表側はそんなにほらやりづらくはないけど、内側がやりづらいんですよ。ああ、狭くて。そうですか。溶接機も自由に入んないし。ああ、なるほどね。うん、そうですよね。で、曲げ加工も、ま、丸かったり、はい、四角かったりするからね。
本当に職人さんじゃないと難しい作業ですね。やったことない人はできないですよね。できないでしょうね。だからこれなんかもね、この水切りモール、これを挟めて塗装してあるんだよね。はい。だから色が違うんですけど。はい。ああ、なるほどね。うん、はい。これは部品はなるべく外しちゃうわけでさ。はい。こっちこれ表面だから全塗装になっちゃうからね。そうですよね。いや結構ね大掛かり。一番難儀するのはそのガラスの下ですよ。ガラスの下、うん、これどうしたらいいですかね。ある程度錆び落としてその不織布防止の、はい、これを塗ればまた、はい、全然違いますよね、はい、あの鉄板やんなくなる、はい、鉄板やんないで、うん、コーキングとかでいいんですかね。コーキングってまず錆び落としからな。錆び落としから、うん、ああ。錆びは完全に落としてるのかな。それ、はい、こういう合わせ目、もう合わせ目の中までもう錆びちゃってるから、はい、錆び止めだけやっとけば、錆び止めやってこの水が入んないようにその上からコーキングしちゃう。あ、コーキングして、うん、あ、なるほどね。ああ、こうなってるんですね。で、日本の気候っていうのは夏湿度が多いからね、はい、水がたまんなくて差し込んでる。あ、なるほどね。はあ。水温でな。そうっす。今の鉄板だと、あの鉄板自体の錆の処理してあれば、はい、錆が上がっても穴開かないよ。ああ。なるほど。昔のやつはもう錆処理もしてないし。うん。確かにこのメッキモールがないんですよね。です。部品がね。で、アップも切ってたの。くっつける人いるかな。くっつけられる人が。今のガラスやなるほど。そうか。特にあのこの時代のあのセトリックなんかは、はい、ガラスのこうに曲がっているのがあったでしょ。ありましたね。あそこの縁でこうメッキのモールなんですよ。ああ。あれは本当にあの上手なガラスだった。できない。モールすら入んない。なるほど。そうか。まあ、それもまあね、3年かかったかな。そうっすよね。維持するそうですね。下手すと新しいの買っちゃったら安いかもしれない。ねえ、こういうモールが作れる業者とかいないですかね。スボルなんかはね、ええ、ある程度部品の注文があれば、ああ、作る、ね、それを作ってる会社なんですよ、ええ、50個とか100個とかって、はい、それから1年かかるか2年かかるか分かんないけど、ええ、フロントの部品が作る。そうなんです。あ、そうですか。はあ。ヨーロッパもそういうんだよな。はい。100年ぐらい前の車だって、はい、今でも部品作れてるんだから。すごいっすね。だからここでも歯車だとかそういうの作る機械なんかないですよ。ああ。ネジ山を押すネジを作ったりとか、メスネジを作るとか。ねえ、つく。出る技術はあるんでしょうけどね、1個だけ作るっていうのはね、もうね、えらいことですもんね。恐ろしいですね。恐ろしいですね。なるほど。うわー、それもフェンダーを外さないで、黒ミスみたいなの塗ったみたいなね。あ、下の方が塗るけど上の方が塗れないから塗れてるんですね。なるほどね。レストアみたいになっちゃいましたね。レストアみたいになっちゃいましたね。ですよね。いやー、すごい。見ると結構サビが広いでしょ。そうっすね、うん、ここと、うん、まあ、どこからかな、もう少しだけかなとか。ええ、あー、発射してくれば発射します。そうですよね。そうです。はあ。後ろの方もサビひどいですかね。後ろは重いし、そうなんじゃない。やっぱり前走るからね。はい。前。水が雨の日なんかは後ろはあんまりかかんないでしょ。なんかね、後ろは半分をくっつけたみたいなこと言ってたんですよ、前のオーナーが。
したのかな。なんか、うん、後ろの多分フロアは他の車体から持ってきたような話してましたけどね。うん。まあ、ここまでよろしいな。はい。後ろのぶつかった事故車とかだから、前ぶつかった事故車でもあればさ、それをくっつけちゃって用途でもできる。そうっすよね。もうか弾数がね、ないからな。そういうのも、ゾウマのあの、葬儀屋さんかな。ああ、そう。葬儀屋に収めてるから、霊柩車。はい、ああ、はいはい。あれがレクサスなんだけど、来ちゃったね。へぇー。あ、そうなんですか。パクつけるもんね。すごいっすね。ああ、そこの、はい、丸描いたやつがね、はい、テニスアップルと、塗料がね、はい、下から押されて、ブツブツしてからサッサッって。どこですか。その白奥がね、白奥、はい、マジックの中で描いたとこあるんですよ。はい、これ、うん、そうそう、こう触ってみると、あ、ブツブツしますね。こういうとこはブツブツしてないでしょ。はい。あ、これ錆が出てる。錆が、もう中から、その塗料を押し上げてるんですよ。はあ、なるほど。うん。あ、じゃあこういうのを削って。削ると穴が開いちゃう。穴が開いて。はあ、なるほど。多分もう、表にそういうの出るっていうことは、先の尖ったハンマーかなんかでやると、はい、すぐ穴が開いちゃいます。人数ね、雨の日なんかは水が跳ね上がるからな。そうっすよね、うん、ところがいいんですよ。水が抜けるようにはなってるんですよね。なってるけど、サビがこの即してそこへ泥みたいになっちゃうから、サビの粉みたいになっちゃうから、そう、水が抜けないんですよ。抜けないから、なるほどね。あ、まあ、今回は氷害だけども。氷害ですか、うん。これほぼ全面塗るようになっちゃいますですね、これは。あ、うん、あ、もうほぼ全塗装ですか。全塗装になっちゃいますね、なっちゃいます、うん、ああ、なるほど。そうですね。そんで、メタリックだから、はい、クリアは全部塗っちゃいますよね。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、でスポイラーつけずに穴埋めで大丈夫ですか。あ、穴埋めしちゃうんですか。あ、はい、スポイラーまたつけなくていいんで。穴埋めはまあ別に問題ないから。はい。要するにそれぐるーっとこう埋めちゃえばいいんだから。埋めちゃえば、うん。ありがとうございます。問題はサビですね。サビってもう止めらんねえからな。そうですね。抑えるってことですか。うん、抑えて。それ以上ひどくならないようにはできてても。はい。悪くなったらまた悪い部分を切り替えみたいなするしかないよね。そうですよね。中の部品まで作れそうなったら大変だからね。そうですよね。思うてもまずハンサンさんで、はい、ひょうは数結構ありました。数は少ないね。少ないですか、うん、あ、本当は全部で50個ぐらいしかないんじゃない。あ、そうですか、うん、あ、なるほど。まだこれからよく見て、あの印をつけなくちゃいけないんだけど。あ、これからですね、うん、屋根は半分一応あの外で引いてみたんだけど、はい、左半分、はい、あ、屋根だと10個そんなじゃないでしょ。そんなじゃないですよね。あ、まあちょっと強いんは強いんですね、うん、ちょっとね。なるほど、なるほど。2、3年前、あの福島の方でやらないったらね、ええ、福島の方じゃソフトボールぐらいの皮膚が降ったことありますよ。そうなんですか。来ますよ。宇都のガラスがバリバリなんですよ。うわー、そうですか。そんな時あったんですか。そんな頭あったと信じれますよ。本当っすよね、外出れないですよね、はい、いやー、こうなってるのか。で、一つの、あの、一つの塊じゃないからな。はい。ああ、なるほどね。
へえ。次のコースだとすごいバレーになっちゃうんです。はい。はあ。こんなになってんだ。あるんだよね、ここってありますよね、はい、そうですよね。あ、まあ結構ありますね、こういうとこもありますもんね、うん、しかし氷とあとサビですね、問題がね、問題がね、人間でいうとガムみたいなもんだな。なるほど、そうか。だからこっちの方、ホイールガンなんていうのがあるんですよ、この攻撃キラーの下の方にある。はい、こういうのはみんな下からサビが塗料を押し上げちゃってるんですよ。あ、つまりここに穴が開いてますもんね、うん、でこの周りをハンマーかなんか叩くと、一針大きな穴になります。なるほどね。うん、いやー、そうか。そこそこ。あ、まあ、鉄板。この後ろに鉄板がなければこんなことになんないんだけども、はい、そこにほら、ほこりとか、土ぼこりとか、そういうのが入って、はい、抜けないんでしょうね。で、いつまでもじめじめしてるんだね。そうっすよね。あ、なるほど。ありがとうございます。うん、ああ、そういうことか。そこはピラーに6ミリのボルトで冬の中止まるんですよ、はい、あ、中も結構来てます。あ、来てますね。同じなんですよね。来てるな、来てるな、これ。表面が分かんないだけで、はい、そうですね、表面だけ切れだけだっただけですね。そう、そういうことか。膝外してみるとね、結構来てるんですよ、はい、いやー、すごいな。そしたらそっちの穴もね、両方の六角形で映ってその棒の下が、はい、こっちは、はい、その、ジャスポイントの他に 2箇所あるんですよ、はい、広めに、はい、向こうは1箇所しかないんだけどね、はい、分かりました。やるときは思い切ってやっちゃないと、はい、あとでやるのそんな大変だから。そうですよね、うん、これをいい機会なんで、うん、もう削って切ってとかお任せしますんで、はい、はい、綺麗になる方向でですよね、はい、お願いしたいと思うんですけど。ジャキポーターって1箇所2日以上かかるからね。ああ、そうですか、うん、えらい騒ぎですね。鉄板をまず砕いて、はい、刻んで、曲げ加工して、それから溶接を。そうですよね。溶接してこんな研磨して。はい。うわあ、すごいことですね。じゃあまあちょっと作業はお願いして、うん、金額面は社長と相談でいいですか。ですね。はい。わかりました。すごい作業です。すみません、丁寧にやっていただいて。こういうとこね、プレスないからな。ああ、プレスがね。最後も手で曲げたり、切ったり、くっつけたり。昔ながらの職人さんじゃないとできないですね。でしょうね。しかしその人はな、こういうボンネットを作ったり、屋根を作ったりっていうのはしたからね。はい。はあ。最近の板金職人さんじゃできないだろうっていうことでね、今回社長にお願いして。できないですよね。形になんないよね。形になんない。ハゲでもつけちゃうつもりだけどね。ハゲじゃ大元がもう、はい、できないと。
パラシュートないもんね。そうなんですよね。全部パテになっちゃいますもんね。そう。ねえ。基本的にバンクフランどこでも作ることはできるんですよ。はい。手でやつく、中から作れれば。ああ。だから向こうのブースの中にあるミニのトラックなんかも、はい、なかなか広かったんだから。そうですか。室内の。あ、そうですか。何も穴開いちゃったし。ええー、穴開いてたんですか。うわ、そういうのもあるんですね。うん、俺もバンク2年ぐらいかかってた。あ、2年ですか。まあ、そればっかりやってるわけじゃないけどな。はい。あれもあれもやるな、ね。やるから。中の骨組みとか、その海作ったりなんかしてた。はい。いやー。大掛かりっすね。ですよ。はい。だから、バンクシャーでまだ、まあ、塗装はね。あ、そうですか。3年以上経つんです。3年以上。長期戦ですね。で、普通もう、ああいう腐れはもう5年、10年は普通だった。こういう古い車も、クリーンですよ。すごい車が入ってますね。古いの。ね。博物館みたいにね。博物館みたいになってますね。ですね、工場内がね。ちゃんとエンジンかかるかな。あ、そうなんですね。いやすごいな。珍しいですよ。はい。ツードはハードボックスだけ。そうですね。ね。はい。フォードアは結構まだありますけどね。ツードアは少ないですね。なるほど。あれブルーバズによくサファリで優勝したの、これの後の方かい、この前の方かい、510ですかね。これは610か。これ610なんで、510の方が売れた車種ですね、この1個前がね。はい。俺の知り合いなんかも若い時はそれ見てたし、見たんだよ。あ、本当ですか。うん、へえ。ね、そんな車調子良くていいどうなって。はい。なんか貧乏だから買えなかったけど。あ、そんな、そうですか。せいぜい軽自動車で。あ、そうですか。まあね、でも昔はね、高級車っていうか、普通のバードのかな。軽で十分でしたよ。クラウンなんてなんだって、はい、金持ちじゃねえか。買えなかったかな。そうですよね。時間はかかってもいいんで、お手数をおかけしますけど。サビのところはね、はい、データライフ星の数、そういうしかないんだよな。そうですよね。いつのやつにじゃあ、はい、車何台も買えたから。そうですよね。ガラスはそういうのは特殊だからね。ガラスですよね。買えないんだから。そこにガラス作ってる会社もあるんだけど。あ、そうなんですか。うん、まあ、これをね、割らないで外せばね、型で作ってはくれるとこあるみたいですけど、まあ、ただね、あの1個だと高いよっていう、うん、ただモールとかその普通のゴムはなんか、そっちがもんですね。ゴムを作ってくれる会社はあるんですけど、うん、このメッキまで合わせて作れるかっていうとちょっと、いつここに挟まってんだろう、この人生になっちゃうんですよ。外したらつけらんない。でもガラスつけるってなったらば、もう外して今の接着してればいいけど、そういうのでくっつけることができるよな。ああ、なるほど。うん、モールはなくてもいいって言ったら。ああ、なるほどね。うん、今だからこの後モールが見えるから。うん、そうですよね、ないですね。下手したこれ、普通のあれもねえもんな、ガラスの下に。あ、そうですね。無理からモールをただパチパチと、はい、はい。ガラス接着で、まあそういう方法が、ねえ。ガラスができるって言うなら、それも
あるよな。そうですね。でここらの部分のところに何個かないんで、こういうこう引っ張るためには足が爪がこう刺さるんですよ。ああなるほど。そこもないし、そこだけ引っ張るためにどこの位置。はい。こんなのは台面がないからな。はい。それを見たら後で肩が落とすんだよな。ああなるほどね。振動で。はい。まあ、シーラーでもこうね、片手からこう、はい、入れちゃえばね。なるほど。最初から聞いたけど、今日はね、足首の匂いがあって。そうなんです。あの、車取りで来たんで、別の車を、そのついでにちょっと揺らせていただいて。私あの高崎です。あ、高崎。はい。遠いな。そうです、うん、そこそこ遠いです。1時間で来ないか。下道じゃ。下道じゃ1時間ぐらいですね。はい。高速で足利行って足利から下で来たんで、まあそんなんでもないです。ギボシだよな。ギボシですね。ソケットじゃないよね。ソケットじゃないですもんね。これは大変だわ。いや大変だわ。ゴムなんか痛まないんだねこれ。意外と大丈夫ですね。意外とね、日に当たんねえからだよな。なるほどね。ゴムは紫外線、太陽の光が一番悪いからな。ああそうなんですね。これそこでこうかぶっちゃってから、ね、ああなるほど、うん、あこれはでも貴重な車ですよ。 ありがとうございます、うん、だから走ってるのは見ないでしょ。見ないですね。この辺じゃいないですね、はい。吹いてみたらこれは飛び石かよ、うん、飛び石かもしれないですね。感じのな、下の、はい、上のクリアがこう吹いちゃってるもんね、はい、そうですね、うん、高速なんか走るとね、飛び石が多いんですよ、はい、そうですよね。特にダンプの後ろなんか、本来であればね、現行車であればね、交換しちゃえば済むとこですけどね、ボンネットなんかね。表面でもこれは、エクボが少ない方だよね。まあそうですね。中身はもう、この前の早くしたの、はい、N ボックスなんか、やれて200ぐらい。そうですか。あ、まああるかもしれないですね。です数えるとね、はい、うん、そうでしょうね。でテールランバーも割れちゃったもん。あ、そうですか。あ、これもな、手が入れば電灯でやれればいいんだけどな。そうですね、うん、ただ電灯は高いからな。あ、電灯の方がね、1箇所5000円とか、はい。そうっすよね、うん、そんなないのかな。んそんなにないっすね。そうです。ね、ここがあと1個ありますね。あそこへな、はい、あ、ありますね、ありますね、うん、そこまだそうしてないですね。あとはそんなないのかな。あ、意外とないですね。屋根も少ないし、屋根も少ない。
そうですね。あ、やってあるんだと思います。波ありますよね。まあ障害もあのそのとってもやかにあるけど。はい。ちょっとまあ障害でできる限り請求はしていただいて、はい、で、あの足んない部分は払いますんで。じゃあありがとうございます。じゃあちょっとまた何か問題が出てきたらご連絡いただいて、はい、またちょっとご相談させてください。これモール外したけど足がもうないんですよ。あら、だから、はい、なかなかうまく靴かどうか。そうですね、ここに細いモールで足があるんですよ。古くなるとね、これが錆び、これが鉄なんで、はい、錆びて広がっちゃう、動かないんですよ。無理で取ると足を越しちゃうんですよ。これ穴が開いてて、穴が開いてて、そこにあの通常の入ってたんですか、金が入って、はいはい、そこに金のとこにあの、はい、外れないようにあの、なんつうの、逆にあのトゲみたいなの出てるんですよ。はいはいはい、押し込むのはできるんだけど引っ張ると、はい、かけちゃうんですよ。あ、割れちゃうタイプね、はい、ああなるほど。この残骸が一緒なんですよ。はい、あ、ここはエンブレムでしたっけ。そう、エンブレム、ブルーバードっていうやつかな。あ、多分こういうエンブレムはまだ売ってると思うんで、うん、はい、いや、ここはあの両エンブレムはしっかりしてるんですよ。 足がないだけで。ああなるほどね。だから両面テープですって。あ、いけます。あ、はいはい、うん、両面テープでもこの穴をこう塞いじゃえば水が入んないからね。ああ、そうですよね。ただこの曲がってるのは直さなくちゃダメだけど。ああそうですね、なるほど。トランプなんかは障害らしきところねえだろ。何でしたっけ、うん、まあよく、あ、その辺にあるか、これもそうか。あ、そうですね、そんなサブはないなと思って。はい、表のチェックはこれから、まあ、まだ、うん、これからこれからですか。あ、わ、うん、かりました。今とりあえずこっちですもんね。ステップからですもんね。わかりました。ジャッキポイントだけで遠くまでかかってるんだから。そうです。でほら、こればかりやってるわけじゃないから。はい、そうですよね。なかなか先が見えないんですよ。はい、だから場合によっちゃもうこういうの外すと、無理に外すと、うん、ダメになっちゃっていけないで。そうっすよね。ある程度はマスキングで、ですか、マスキングでね、してもらうしかないな。ああ、そうです、しょうがないです。こういうのは取れると思うから。はい、でかけてもらう。これだったら、うん、両面テープかなんかで やればわかんないし、うん、そうですね、うん、これ面白いタイヤは入ってるけど、うん、何か具合がいいの。具合がいいってわけじゃないですけど、引っ張りタイヤで多分、ね、値段が安いやつを選んで履いただけなんで、はい、例えばグリップがいいとか、そういう、あ、グリップがいいっていうわけじゃないですね。あ、そうなんだ。はい、なんか変わったタイヤだなと思って。そうですね、これどこのタイヤだろうね。外国製ですね。海外製の安い、安いタイヤですね。あとは特にはあるかな。結構キロ数は乗ってるんですか。あ、私が買ってから全然乗ってないっすですね。多分もともとね、ずっと何十年も眠ってた倉庫で。エンジンは調子いいよな。そうですね、また一発かかるもんな。はい、うん、なんか倉庫が半分ぐらいで、うん、後ろだけ雨ざらしになってたっつんで、後ろだけ別の車のをくっつけたっつってましたね。あ、そう、はい、あ、やっぱ、まあ、やっぱね、後ろもダメで、前がいいなと車があればな。そうですね、そういうのを買ってきて、じゃあ繋いじゃうってことも。そうですね、考えないといけない。できますけどね。ああ、
じゃあすいません、ゆっくりでいいんで、すいません、よろしくお願いします。はい、お任せしますんで。じゃあまた何かあればご連絡ください。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。